しくお願いします。でステージに立って歌うっていうのが初めてで、なんかいつもよりも逆に緊張したんですけど、こうやって配信を見てくれてる人に、歌を届けられて本当に良かったと思います。コロナが収まったらぜひぜひ皆さん実際に足を運んで私の和歌の生歌を聴きに来てください。よろしくお願いします。